アップルが2020年11月に M1MacBook Air を発表してから約1年が経ちました。この時はまだ全員が今までのインテルから新しいアップルの独自のチップアップルシリコンへの移行に今正直かなりね、疑問を持ってました。こんなパソコン仕様に大きな変化が起こるってことは全くね、考えれてなかったと思います。2018年に登場した MacBook Air が本体の美しい完成度はもちろんのこと、まあ、そこに M1 チップの高性能さが加わりました。その上でね、バッテリー性能も大きく向上したわけなんですけども、もちろん価格もね、手に入りやすい価格のままですね。長らく Windows パソコンと比べて割高だと言われてきた Mac なんですけども、 M1MacBook Air の登場によってその認識がね非常に大きく変わりつつあるんじゃないかなと思います。とはいえ新しい MacBook Pro 14インチだったりですね、16インチも登場しました。こちらも非常にね魅力的なマシンではありますし、また動画でもね取り上げてますけども、来年にはね新型 MacBook Air、 これ M2 の MacBook Air の噂たくさん出てきております。この動画ではですね、まあ、2022年新しく始まったこの年に向けて、じゃあ M1 MacBook Air をね購入した方がいいのかどうかっていう点をですね、 MacBook Pro だったりこの M2 の MacBook Air とね比較しつつ皆さんとね一緒に考えていきたいと思います。ということでどうもダイキンです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。なのでこの動画ね始まる前にですね、アップル製品などのレビュー動画っていうね、定期的に上げてますので、今後も見逃さないようにですねチャンネル登録しておくのが、おすすめです。下の赤いボタンをね、押すだけです。2秒で終わります。横の通知ベルもぜひ押してみてください。では、始めていきましょう。で MacBook Air はですね、まあ、Amazon で、まあ、大体今税込みで約11万円、まあ、アップルの整備済み品であればもう9万円台から、10万円を切るような価格でね買えるような価格になってますと、まあ、特になんでこれからパソコンを使うような学生の方はもちろんですね非常におすすめですし、まあ、同じような価格帯のじゃあ Windows のね、パソコンマシンと比べても非常にコストパフォーマンス高いのかなと思います。はい、MacBook Air はね、やっぱ本体の品質ですね。特にやっぱ操作するこのトラックパッドだったりとかですね、まあそういったところの信頼性がね、やっぱ高かったりしますし、はい、やっぱスピーカー性能とかね、画面のクオリティとかも、やっぱ同じ価格帯の Windows マシンと比べてもね、なかなか品質高いんじゃないかなと思います。まあ特にバッテリー持ちについてはですね、まあ1日使える、まあ下手したら本当にまあ2日ぐらいね、使えたりもしますんで、その上でもちろん性能っていうのはね、まあ、この価格帯に比べたらかなりね、いいものが載ってる M1 チップ。まあ、それがま、実際事実なのかなと、僕も1年以上使いましたけども思います。まあ、やっぱギーグベンチスコアというものでね、性能数値測れたりするんですけども、まあ、ほぼやっぱ全てのね、まあ、Windows 含めたマシンよりも高い数値を叩き出しているというところですね。まあ、例えばこのシングルスコアとかについては、まあ、普段のね、やっぱウェブブラウジングとかメール返したりね、作業スピードに関わってくるんですけども、そこもやっぱり十分高速に動きますし、さらにまあ高負荷な作業かかるような、まあ音楽制作の DTM だったりとか、まあプログラミングとかにおいてもね、動画編集とか入れてもですね、ソフトを使ってもやっぱね、基本的にこう非常にね快適に動いて、くれます。でその上で熱を逃がすためのこのファンっていうのがですね、普通のパソコンには付いてるんですが、この M1 MacBook Air は付いてないんですよね。ファンレスというものなので非常にやっぱ静かで、まあ音がしないっていうね特徴もあると。でその上でやっぱ価格とかもね安いということで、これは Mac と本当 Windows の関係を本当まあひっくり返すというか、覆すほどの本当インパクトがあるんじゃないかなと思いますと。はい、まあ実際あるんですけど、実際にはパソコンのね市場シェア、Mac の今までこう Mac を使ってる人がやっぱこの1年でねやっぱ急増してるぐらいですね、まあ売れてて、まあ実際にやっぱ性能に対して価格がやっぱいい意味で釣り合ってないっていうね、ところなんじゃないかなと思います。しかもやっぱ他の製品と違うのがね、やっぱこの Apple 製品というのはリセールバリューがやっぱ非常に高いというところですね。まあつまりなんで売る時も価格もねそこまでやっぱ落ちずに、売れるというところもね非常にポイントかと思いますね。はい、まあなのでやっぱ性能的な部分もそうなんですけども、やっぱ使ってこう売ることまで、考えてもやっぱりその現状 M1 MacBook Air がですね、まあやっぱ Windows マシンとまあ比べても、僕は非常におすすめなんじゃないかなと思います。で次の比較対象としてはですね、現在僕のメインマシンである MacBook Pro、これ14インチなんですけども、まあもちろんこういった新しい製品はまあ僕も大好きですし、まあすぐ使いたくなるんでね。はい。あとまあハイエンドとかこの高性能なパソコンしてはですね、M1 Max チップとか載せたやつ使ってるんですけども、これめちゃめちゃね、やっぱいいなと思います。まあもうそれはもちろんなんですけど、やっぱ現実にちょっとね、目を当ててみるとね、プロの14インチの最安モデルとかであっても税込みで24万円からするわけなんですよね。最安でですよ。はい。まあなので、じゃあ M1 MacBook Air の価格の大体まあ2倍以上。
をするわけなんですよ。まあもちろんそこに価値を感じるんであればね、全然買うのはいいと思うんですけども、例えばプロについてる機能が一般ユーザーの方ですね、まあ特にじゃあ学生の方とかにとってはそこまでじゃあ魅力は少ないんじゃないかなと、まあ正直思いますと。まあ例えばどういったところが違うかっていうと、じゃあプロの画面っていうのはですね、あのミニ LED ディスプレイっていうもので、まあ非常にこう綺麗でね、細かい表現できたりするんですけども、はい、まあ現状のノートパソコンでね、まあ一番綺麗とか思うんですけど、まああとはその 120Hz っていうね、この画面の滑らかな動き、できるんですけども、あの一般の方からすれば正直そんなね違いって分かんないと思いますはい、まあ綺麗っていうのは分かると思うんですけども、まあそんな気にする必要ないのかなと。まあ映画の体験とかね、動画だったりスピーカーとかもいいんですけども、ただじゃあ MacBook Air もね、まあ十分にまあ綺麗な画面ではあるんで、でも M1 MacBook Air でね普通に使う分には問題ないんじゃないかなと思います。あとはまあ日常的に使うキーボードとかトラックパッドとかについてもですね、これも基本的にはそんな大きくまあ変わらないかなと思います。はい、まあキーボードに関しては MacBook Pro の方がね、やっぱちょっと奥行きがある感じで、しっかり押せてるなっていう感覚はあるんですけども、まあ Air はちょっと悪く言えばね、まあ薄いんでね、ちょっとペタペタしてる感じはするんですけど、ただその分 MacBook Pro はですね、Air と比べたらやっぱ厚みだったりですね、重量がそんだけあるわけなんで、持ち運びに関しては完全にやっぱこの Air のね、非常に圧勝なんじゃないかなと思います。はい、とはいえやっぱ M1 プロチップとかでもですね、例えば動画編集で 4K 以上でまあ快適にね、あの作業したいってなると、まあプロ、まあ選んでもいいのかなとかなるわけなんですけども、まあやっぱ M1 MacBook Air の方がプロ14インチよりも、まあバッテリー持ちはやっぱりいいと思いますね。特にあの普段のウェブサイト見たりとか動画の再生時間ですね、M1 がそういった利用を考えて作られているっていうのもあるんですけども、まあそういった軽い作業の場合だとね、どうしてもやっぱ M1 チップの方が電源効率非常にいいんじゃないかなと思います。まあもちろん MacBook Pro がね優れた部分もまあいくつかあってですね、まあ例えばインカメラ性能がね 1080p ってもの載ってたりするんで、まあちょっと良かったりとか、まあマイクとかもいいですね。あとまあ基本的にやっぱスピーカー性能もかなり良くなってるんで、まあ画面も大きくてですね、あのベゼルもね、周りのこの画面の縁とかも薄いので、まあ見やすかったりとか、あとまあ端子とか SD カードスロットで HDMI ポートとかまあついてたりはするんで、本体にまあただこれを使うには M1 Air のその倍以上の価格をね出さないといけないと考えると、まあ普通に使う分には全然 M1 Air でいいんじゃないかなと思います。ということで次なるね比較対象としては、この新型ですね、 M2 MacBook Air、これどうなのかっていうところなんですけども、はい、まあ去年やっぱり新しく出た MacBook Pro とね同様のそのデザインになったりとかですね、 iMac みたいに非常にこうなんかまあカラフルになるんじゃないかと言われてます。詳細はね、あの以前の動画ちょっとご覧いただければと思いますけども、あのもしかしたら早ければですね、まあ発売時期とかはあの2022年のね春頃登場とかっていう噂もあったりはするんですけども、まあおそらくね確率としてはあの低いんじゃないかなっていうところで、まあおそらく春のこのタイミングではですね、まあ iMac Pro とか iMac のね新しい上位版が登場するんじゃないかと思いますけど、はい、まあそこと一緒にこの M2 チップがね、まあ出てくるのはまあどうなのね、ないと思いますけども、まあなんでその次に可能性としてあるんであれば、この6月のね WWDC っていうものがね、その開発者向けの会議あるんですけど、 Apple の発表会が、まあそれも今までもね、あんまりその Mac が出るっていうね、まあハードウェアですね、パソコンが出るってことはあんまりないんですよね。じゃあいつなんだってとこなんですけども、またその投資家に近いね、ミンチーコースさんという方によりますと、まあ大体2022年の第3四半期とかに生産がまあ開始されるともありますんで、まあ大体本当7月とか9月あたりになりますけど、その次になると9月なんですけどね、まあ9月は基本やっぱり iPhone が主役のイベントなんですよ。毎年大体まあ9月に iPhone 新しいものがね、出ますんで、ということで一緒にまあ Mac を発表するってことはないと思うんで、まあそうなってくると、じゃあいつなのかっていうと、まあおそらく本当もう 10月とか11月になるんじゃないかなっていうところなわけですよね。じゃあその M2 MacBook Air 出るっていう感じになると、はい、まあやっぱり今世界的にあのパソコンのやっぱ原料とかであるですね、あの半導体とかがね、まあ基本的に原料が不足してたりとか、まあやっぱりまだ工場も完全に動いてなかったりするんで、まあ基本的にはやっぱその iPhone のチップをね、特にあとこのベースにあの Mac にね、基本使われると思いますんで。はい、まあ、iPhone より先にこの MacBook Air をね、出すってことは M2 チップ確率はちょっと低いかなと思うわけです。はい、まあ、なんでかっていうと、その競合他社に要するにもう手の内を晒すみたいな、感じにはなっちゃうので、ね、基本的にはやっぱ iPhone が主力製品なので、まあ、つまり何が言いたいかっていうと、新型 MacBook Air の登場まではまだちょっとね、まあ、1年近くかかるんじゃないかなっていう可能性は全然あるっていうね、ところですよね。まだ10ヶ月ぐらい。
なんで正直待つのは、今から待つのはそんな得策なんじゃないかなっていうのが、まあ僕の正直な意見です。まあさらに言うとですね、その新型の MacBook Air っていうのは、今のモデルと置き換わって、じゃあ完全に、ね、同じような価格で出てくるかっていうと、そういうことでもないんですよね。まあブルームバーグの例えばマーク・ガーマン記者が言うようにですね、まあ新型のこの MacBook Air っていうのは、まあそのハイエンドモデルとしてね登場して、上のちょっと高いモデルとして入ってくるということなので、まあつまり価格はやっぱ上がるんじゃないかなっていうのが思いますので、まあ少なくとも14万から15万以上ぐらいはね、するんじゃないかなっていうところですよね。はい。しかも今、円安がね、進んでいるので、まあ、2022年もですね、今のところはやっぱり、こう、高くなっていくっていうね、傾向が、まあ、確率が高いんじゃないかなと思いますね。今の、やっぱり、円とドルの関係を見てると。はい。まあ、なので、正直1年待つのは得策じゃないと思いますんで、まあ、アマゾンとかで、まあ、全然やっぱ買っちゃってもいいんじゃないかなと思います。まあ、大体やっぱ 5% とかね、5000ポイントぐらいとか、ついてきたりもするんで、まあ、結構お得なんじゃないかなっていうところだったりとか、あと、まあ、アップルのね、やっぱ公式でちょっとカスタムして買いたいとかであれば、その楽天リーベイツっていうのね、経由だと、まあ、大体多い時だと、まあ、5% ぐらいね、ポイントもらえたりするんで、まあ、大体 1% から 3% ぐらいですかね。はい。もし、まあ、その楽天使ってるよ、みたいな方であればですね、まあ、使ってなくても、まあ、登録すれば、ポイントもらえますので、まあ、ちょっと概要欄覗いてみてください。はい。まあ、安く買う方法に、アップル製品ね、このお得に買う方法についてはですね、以前の動画で、詳しく説明してるので、ちょっとこちらも参考にしてもらえればと思います。はい。まあ、この動画もちょっとね、前の動画になるんで、こちらもね、新しく、ちょっと分かりやすくしてね、この動画ちょっと長くて分かりづらいんで、ね、新しい動画出そうと思いますので、ちょっとアップル製品ね、今後お得に安くね、やっぱ買いたいなって方は、ぜひちょっとチャンネル登録してね、お待ちいただければと思います。まあでも仮にじゃあ1年待ってもいい、なんかお金も別に出しますみたいなね、方はね、まあ全然待ってもいいと思いますけども、まあ、ただ新型どうなるかみたいなね、ところについては、詳細については別の動画でありますんで、ちょっとそちらをね、ご覧いただければと思います。まあ、ただやっぱ価格の面だったり、まあ、もしかしたら1年以上、やっぱ待つ、1年ぐらいね、近く待つんじゃないかっていうところは全然あるので、まあ、待てない方は、まあ、本当にね、今回結論としては、ほとんどやっぱ Windows PC 以上のやっぱ性能ですね、やっぱ本体クオリティ、持つですね、この M1 MacBook Air がもうね、目の前にあってね、買えますんで、はい、非常におすすめかなと思います。僕も1年ね、レビューとか、たくさん出してるので、ちょっとね、参考にしてもらえればと思いますけど、はい。あと、まあ、MacBook Pro のね、レビューとかもありますんで、まあ、どっちにしようかな、みたいな方はね、ぜひちょっと、レビュー見てもらえればと思います。はい。ということで、こちらの動画少しも役に立ったなと思った方は、ぜひ、高評価だったり、チャンネル登録、お願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日、お過ごしください。バイバーイ。はい。ということで、今年もね、いろいろ新しいことをやっていきたいと思いますので、今後ちょっとね、メンバーシップというか、まあちょっとそういったものを準備してるので、そちらもちょっとね、アンケートとかもちょっと今やろうと思ってるので、そちらもぜひ、答えていただければなと思います。はい。まあちょっと今回、短めで、はい。いろいろ、あと、まあ音声配信とかも今ちょっと考えてまして、準備してるので、もう少々お待ちください。はい。はい。ちょっと年末、ちょっとバタバタして更新できなかったんですけど、頑張っていきます、今年も。